で、東京に修行、36で東京に修行に行くきっかけっていうのは、マネージメントの失敗。で、今度は異業種交流会に行きたいという、気持ちになったのは、そういう、まあもちろん心の中でそういうことももちろん欲しとったっちゃけど、そういう人がポツッと言っちゃった一言とかで、まあ、そういうものを求めとって、っていうきっかけで、その異業種交流会とかに行くようになったら、私ってさ、思ったことパッとこう発言するもんやけん、話を聞いてみたいと思いんしゃったっちゃろうね、会長がね。今度、発表してくれんかい、発表ですか、今までしてきたことをこう、発表してくれんかいな、みたいな。それがどうなるっちゃろうかってわからん。で、レジュメとかどうのこうのと、まあ、レジュメ。で、あと、なんか、なんて言ったっけ、あれだっけ。ああ、そうそう。プレゼントがしたことないんですか？プレゼントがする。だって私の商売ってさ、プレゼントがすることないし、だけどね、いろんな経験をさせてもらった。で、それでその結局私が今までやってきたことっていうのを、まあ、始めらせてもらったきっかけで、あと DV、私の DV って私のとこや。私そうのなんですやろ？ないっちゃね、もう今。なんでないとかやな。これさ、もね、誰も。あれみたいな。いや、それでさ、ね。ある大学教授がさ、ね。教えよう法っていうのが実は教わりようとよみたいなことを言おっしゃって、ああ、なかなか面白いこと言おっしゃるね、と思っちゃった。あれ、教える方はね、どんどん精度上がっていくっちゃ。それで、あの頃は、そう。で、まあ、いろんな人が来てもらったときに、そのときにね、私どうでした？あと、その後の感想をずっと聞いたときに、一人だけがね、もう少し自分の今までの生い立ちとか、そのこと仕事に至ったプロセスとか、なんかその辺から物語的にね、そこからちゃんと話してくれると、もっと良かったですねって言われて、その話をしたらみんな、え？って感じで言ったっちゃけど、結構大事なんよね、それって。で、それで、その後、だんだんこうやって、ことあるごとに、こう、話をしていこうという、気持ちになるきっかけが、そういうことやったね。それで、その時、異業種交流会に会った時にさ、ね、私は、要するに人を育てるっていうこと、人がなかなか育たんと。で、それが、そのアキレス腱。要はね、私、創業者じゃないやね。つまり、何もないところから母が作ったものね。それを受ける、後継、あの、継ぐものっていうのは、次につなぐっていうことができんと評価されんじゃん。またまた評価されたいわけだね。これがまた私は承認の欲求がものすごく強いわけ。つまり、そうせんと、ただ親が作ったものをただ簡単に享受しただけよね。バカ殿みたいなもんね。バカ姫みたいなもんやな、要は。ね。で、しかも、何贅沢な暮らしをするなんとかぐらい。で、それが幸せでした。幸せじゃないやん。ただバカやん、そんなの。っていうんで、その中には入りたくないわけ、私は。そこは違うと思っとった。それで、なんて言ったらいいとかやな。まあ、そんなんで、いろんな人の話を見聞きすることで、次にちゃんとこう、託せる人を育てるっていうののヒントをもらいに行きようつもりだったっちゃけど、人を雇ってどうのこうのとか、そんな苦難な道、そんな大変なことせんでいいやないって、インシャ、異業種交流会で会った人たちがそんなことちらっと言っちゃう。ちょっと勘弁して、もうこの集、こん、こん、こんな、あ、それとね、そういうこう、パートナーとかなんかいらん、何年か経った時のお正月、なんかいい人見つかったとか言っちゃった。悪いけど、異業種の人の話を聞いて、頭の中風吹かしたらいいとか言っちゃったけど、ちょっとおらんやん、そんな人たちって思った、はっきり言って。時間の無駄やって。ね。だって勉強会には混んでよ、ね。何？野球の観戦とか、なんか、お正月のその飲み会とか、云々とか、そんなのしか顔な並べんような人たちがよ、ね。何の勉強しようしようと？これはちょっと申し訳ないけど、紹介してもらったわって、ちょっと勘弁してよって感じだったって。そしたら、朝やったらいけますって言ったようにしたら、ね。そんな人を育ててどうのこうのとか言ってるから、そんなこと考えんでいいやないって言いにしゃった人だったよ、実は。でも、この人が、もしかしたらね、吉住さんが悩みようこととかを、この集まりに来たら、ひょっとしたら何かのヒントになるかもしれんよって言って、声かけてくださって、これをプレゼントしたくてくださった。その人も成長しようちゃっちゃう、そうやって。人って。何年か前のその人だったら絶対にそんなこと言わんかったんだよ。その年齢の多い人も気づきがあるっちゃう。っていうことで、あ、この人変わったなと思ったんだ。その方がいい、お電話ありがとうございます。はるます、よすみです。はい。あ、はい、どうもお世話になります。